サムライは2003年のアメリカの女子史的時代劇アクション映画。エドワード・ズウィックが監督、共同制作し、ジョン・ローガン、マーシャル・ハース・コビッツと共同で脚本を務めた。主演は共同制作のトム・クルーズで、渡辺健・ティモシー・スポール、ビリー・コノリー、トニー・ゴールド・ウィン、真田広行、小雪、小山田誠らが出演している。トム・クルーズが演じるのは、 第7期兵連隊のアメリカ人隊員で、個人的、感情的な葛藤から、19世紀の日本で、明治維新後に侍たちと接触することになる。この映画のプロットは、1877年の最後、高森による、西南戦争と、外国勢力による日本の西洋化にヒントを得ているが、映画の中ではアメリカが西洋化を推し進めた主要な、勢力として描かれている。 また、母親戦争で、榎本武明と一緒に戦った、フランス人陸軍隊のジュールブリュネや、上将軍を結成して、中国の西洋化に貢献した、アメリカ人傭兵のフレデリック・タウンゼント・オードの話にも影響を受けている。興行収入は4億5600万ドルで、公開当時、演技、脚本、監督、スコア、映像、衣装、 メッセージなどが高く評価された。また、アカデミー賞4部門、ゴールデングローブ賞3部門、ナショナルボードオブ、レビュー賞2部門など、数々の賞にノミネートされた。アメリカ映画ながら、日本を舞台に、日本人と武士道を偏見なく描こうとした意欲作で、多数の日本人俳優が起用されたことも、話題を呼ぶ。その中でも、勝本役を演じた、 渡辺健はゴールデングローブ賞助演団優勝、並びに第76回アカデミー賞助演団優勝にノミネートされた。戦闘シーンの苛烈さや一部に解釈シーンなどを含むためアメリカ公開時は R 指定となっている。トム・クルーズが演じる主人公ネイサン・オールグレンのモデルは江戸幕府のフランス軍事顧問団として来日し、 榎本武明率いる旧幕府軍に参加して、函館戦争を戦ったジュールブリュネである。日本での興行収入は137億円、観客動員数は1410万人と、2004年度の日本で公開された映画の興行成績では1位となった。一方、本国のアメリカでは2003年12月1日にプレミア上映された後、 12月5日に2908巻で公開され、週末工業成績で初登場1位になった。その後も最大で2938巻で公開され、トップ10内に7週間いた。工業収入は1億ドルを突破し、2003年公開作品の中で20位。渡辺健や小山田誠、小雪、真田博之などを含め、日本の俳優が、 海外に進出する一つの契機を築く作品となった。公開時からの放題は、ラストサムライとスペースが入る表記だが、公開前の制作発表などでは、ラストサムライと中黒が入る表記が使用されていた。冒頭では、古事記の一節を引用する形で、日本の国柄を紹介している。その長く深い伝統の空気を打ち破る幕末の近代化が始まり、 建国以来の剣を信じる者と、新たな様式鉄砲と軍隊に希望をかける者の,の、思いに日本という国は分断されていったのだった。場所は変わって、南北戦争時代のアメリカ。北軍の主幹として参軍したネイサン・オールグレン隊員は、南軍やインディアンと戦う。その戦争の下中、 バクリーの命令により関係のない無抵抗なインディアンの部族に攻撃を仕掛け、老若男女関係なく無差別に殺し回った。命令とはいえ、両親の過酌に悩まされたオールグレンは悪夢に苦しむようになり、逃れるように軍を離れる。除隊後、週休たったの25ドルでウィンチスター社と契約し、戦争で活躍した英雄として広告等に立て祭り上げられる。だが、 ろくな仕事もせずに、叫びたりで、自堕落な生活を送るオールグレイに、ウィンチェスター社員も呆れ果てていた。そんな中、日本の実業家にして、大臣の大村は、ベンジャミンバグリー大佐を介し、お雇い外国人として、戦場の英雄を、軍隊の教授職として、雇いに来た。その頃の日本は、明治維新がなり、近代国家建設のために、 急速な近代的軍備の増強が必須であった。大金のオファーに見せられたオールグレンは、領有ゼブロン、ガンと軍曹と共に、日本に行き、軍隊の訓練を指揮する。やがて、不平士族の領袖である勝ツモトが鉄道を襲ったという報が入った。まだろくな訓練もできていない。この軍隊では戦えないと主張するも、やむなく出動するオールグレン。案の定。 タイの連度は低く、侍たちの勢いに飲まれた舞台はバラバラになり、ガントは落命、オールグレンも、古軍奮闘するが、勝本らに捕らえられる。しかし勝本は彼を殺さず、妹のタカに手当てをさせる。オールグレンはまたも悪夢に苦しめられながらも次第に、回復し始める。村を歩き回り、古き良き日本の人々の生活風景を目の当たりに、しながら、 木刀でチャンバラをやる悲言を見つける。剣術の真似事を始めたオールグレンは侍たちのリーダー格である塩に目をつけられ、手合わせをするが手も足も出ないまま乾杯する。村の生活を送るにつれ、オールグレンは彼ら反乱軍イコール侍たちの精神世界に見せられるようになる。そして、勝本も、また敵を知るために生かしていたオールグレンにどこか不思議な。 魅力を感じ始めていた。勝本の息子である信忠の村での生活を深めるにつれ、オールグレンは置いてあった着物を着て生活を始める。高の子供たちをはじめ、村の人々は急速に心を開いていく。だが、世話をしてくれる女性、高だけは、オールグレンを不審の目で見続けていた。彼女の夫、幸太郎は戦場でオールグレンと戦い、 殺されたからであった。だが、村の生活で、村人たちに敬意を表し、自分から打ち解けていく様子を見ていくうちに、次第に高は心を開き始める。やがてオールグレンは高に、高太郎を殺してしまったことを浴び、高もそれを許すようになる。訓練と談笑と生活の中で、オールグレンは、心の中に静けさを取り戻し、いつの間にか悪夢からも解放された。 侍の村での生活に安らぎと神聖なものを感じ始める。またオールグレンは、塩との手合わせで、初めて引き分けることができた。これを機に、オールグレンは、塩や村の男たちからの信頼を急速に勝ち取る。そんな中、村で祭りが行われ、普段は怖く厳しい村の首領、勝本が道化を演じる舞台が始まる。皆の荒いでにこやかな雰囲気の中、 その隙を狙って大村が差し向けたとおぼしき館長が、密かに村に近づき襲撃してきた。オールグレンと勝本、村人は心を一つにして、艦長と戦い勝利する。ついにオールグレンは、村人と味方になった。やがて春を迎えて、雪が溶け道が開いた頃、政府に呼び出されて、勝本一行は、東京へ出向く。 疑いと警戒の目で一段の行進を見つめる大村。一行の中にオールグレンがいることを見つけて、ほっと笑顔を漏らす通訳、写真家、著述家のサイモン・グレアム。東京でオールグレンが見たものは、すでに立派に訓練され、軍備も充実した政府軍の姿であった。街に出たオールグレンは、銃を掲げ不尊な態度で振る舞う軍人が、信忠の剣を奪い、 曲げを切り落とす場面に出くわす。そんなオールグレンに、大村は資格を差し向ける。一方、勝本は、元老院に戻る。だが、刀を刺したまま現れた勝本に対し、大村は、配当令に従って刀を捨てるよう迫る。勝本は、判断を、明治天皇に仰ぐが、天皇は、気の弱さから目を背けてしまう。天皇はもちろん、 元老院を牛耳る大村に誰も口を開かないことに落胆する勝本だが、それでも刀を捨てない彼は、東京で謹慎となる。オールグレンは、大村の不平氏族討伐軍の指揮官就任のオファーを断り、日本での職、役割を終わらせて、アメリカへの帰還の準備をするが、大村の差し向けた資格に襲われる。その後、信忠柄村の一軍ヤグレアムと共に、 近親先の勝本を脱出させる。勝本一行は村へ帰還できたものの、殿を務めた信忠は、警備兵に撃たれ、帰らぬ人となる。もはや、政府軍と、勝本通る反乱軍との対決は、免れ得ないものとなった。村に帰還したオールグレンは、反乱軍の一員として、大村とバグリー大佐率いる、政府軍に一死報いることを決めた。すると、 高は戦う決意をしたオールグレンに亡き夫の鎧を着るよう促す。朱色の鎧を着て戦場に現れたオールグレンに驚くバグリーと大村だったが勝本に幸福を突きつける。勝本はそれを跳ねのけ、ついに全面対決となる。訓練された上に榴弾砲まで装備した政府軍だったが思い上がった大村の命令がアダとなり勇敢な反乱軍の前に 初戦で敗北する。最後の騎馬による大突撃で、オールグレンはバグリー大佐を打ち取ったが、騎馬隊は回転式機関銃ガトリング砲により阻止される。反乱軍は、オールグレンと勝本を残し、死をはじめ全員が戦死した。致命傷を負った勝本は、信頼するオールグレンにとどめを刺すよう頼み、オールグレンの背後に咲く桜を見ながら、 すべてパーフェクトだという言葉を残して安らかに息を引き取った。こうして反乱軍はオールグレンカズトを残し全滅した。しかし、この戦いは決して無駄ではなかった。政府軍の兵士たちは勝元の死にざまに涙して敬意を表しひざまずいて頭を垂れたのである。意志に以降失われて久しかった。 武士道精神を軍人たちが取り戻した瞬間であった。そして生き残ったオールグレンは明治天皇に拝越。そこで、勝本の生き様を語り、い刀を渡した。受け取った天皇は、勝本の刀と彼の教えを取り戻し、結んだばかりのアメリカとの契約を破棄した。すべてを水の泡にされ激怒する大村だが、決意を新たにした天皇に完全に解き伏せられた。 そして天皇はオールグレンに勝本の死に様を聞いた。オールグレンは彼の生き様を話し勝本の意志を伝えた。それは日本が真に近代国家に生まれ変わるための勝本からのメッセージであった。物語のモデルとなった史実には元政府の要人による反乱という意味では西郷隆盛らが明治新政府に対して放棄した。 西南戦争が該当するとされる。脚本を共同で執筆した監督は、アイバン・モリス、高貴なる、敗北の、第9章西郷流星伝に、影響を受けたことを表明しており、明治維新の実現に当初貢献しながらも、やがて新政府に反旗を翻した、西郷隆盛の意識も悲劇的な生涯が、我々の架空の物語の出発点となりましたと、語っている。 なお、モリスは、三島幸夫の友人で、三島作品の英訳者の一人。三島は、革命哲学としての陽明学という評論の中で、西郷が、死に至るまで愛読していたのが、王子を平八郎の書であったことを指摘し、その思想は、脈々と波打ち、西郷の生涯で、再び陽明学の不思議な反知性主義と、行動主義によって貫かれたと論じている。モリスは、 序文で、三島からの託された思いが強いと述べている。新政府側では、明治天皇の失勢という形で、大村なる、日本陸軍強化のため西洋化を推し進めるという人物が登場するが、史実では、大村増次郎が、明治政府の下で平成の近代化と、日本陸軍の創設に尽力しており、イメージが重なっている。ただし、増次郎は、 明治2年の暮れに没しており、ストーリー上の題材と思われる、西南戦争などの士族反乱の時代までは、生存していない。劇中、時代交渉から外れた上に描写が誤った、漫画的な忍者軍団が登場する。これについては、日本人スタッフが難色を示したものの、監督はじめアメリカ人スタッフの、間違っているのはわかっているが、どうしても、 忍者を取りたいという要望でそのまま残っている。また、劇中の侍の曲げはすべて中国のクーリー風に仕立てられているが、これは、欠発を、米国の中国人スタッフが担当したためである。主なロケ地は、姫路市にある古刹、書写三園教授。戦闘場面や村のシーンなどはニュージーランドで、街中のシーンは、ハリウッドのスタジオで撮影された。 この他、冒頭で10秒ほどであるが、長崎県佐世保市の九十九島の円形が使われている。ロケ現場、勝本役の選考にあたっては、渡辺県以外に役所工事も有力候補であったという。本作品においては、勝本は、英語も話せる立場であることがキーとなっている。オーディションが行われた時点では、渡辺県は、英語が満足に話せなかった。 そのため渡辺はオーディションに合格してから英会話を特訓した。その会あって現在では英会話に関しては通訳なしで意思疎通ができるレベルに到達しそれ以降の作品でも英語力を活かした演技をこなしている。なお、真田広之は撮影開始時点ですでに英語が話せたことを活かし演出面で日本人から見て おかしく感じる部分がないかといった微細な部分に関して、ほとんどの撮影現場に立ち会って意見を述べ、結果的にスーパーバイザー的役割もこなしており、英語の話せる原田雅人も同じく制作に協力した。最後の合戦シーンでは、JAC 出身である、真田広之の立て姿が大変に見事なものであった。ため、主役のトムよりも目立ってしまったとして、 サナダのシーンが大幅にカットされた。勝本の息子、信忠役を演じた、小山田誠は、当時は俳優になるため留学生として、ロサンゼルスに在住していたため、オーディションは、ロサンゼルスのキャスティングディレクターのビキー・トーマスのもと、受けている。英語が流暢に話せすぎていたため、信忠役が話す英語を、もう少し、日本語っぽい英語するようにと言われていた。また、 アメリカで全米武術大会優勝経験があることも決め手の一つとなった。渡米2年後、最初の劇場映画であり、ハリウッドデビュー作品となった。里の武士たち、政府軍の兵士たちを務めるエキストラは全てオーディションで集められた日本人である。エキストラを務めたものの記すブログによれば、政府軍を演じたグループが別のシーンでは、 里信氏を演じることもあったという。当初、制作人はこれらエキストラの起用に関して、徴兵制を経て、兵器の取り扱いに慣れている、韓国人や、銃規制の緩い環境で育った、日系アメリカ人などを使うことを考えていたようだが、トム・クルーズらの反対によって、日本から500名ほどの若者がニュージーランドに、集められ、軍隊さながらの連生教育が行われた。 エドワード・ズ・ウィック監督は1989年に南北戦争を題材としたグローリーを手掛けたこともあり、明治維新から西南戦争頃までの日本を舞台とした本作でも、大日本帝国陸軍の軍装品やプロップガンの選定にはかなりのこだわりが見られ、欧米で入手可能なレプリカモデルや現存実銃の制約から一部に史実との違いが見られるものの、 南北戦争や広島戦争集結により大量の在庫が生じたことが要因となり、欧米の武器商人の手で幕末の日本に大量に持ち込まれた前装式のミニ霊銃、そして欧米の5装式小銃を参考に、村田恒義氏が日本独自のボルトアクションとして開発した村田銃へと変遷していく小銃士と、 旧装備を廃用した、旧時代の武士の軍勢が新式の装備の国民軍に、前線虚しく破れ去っていく、陸戦士が共に比較的正確に描写されている。ありがとうございます。